はい、青春秘密日青葉です。今回紹介するのは沖縄県にあります A&W ヤヌバル店さんの方にお邪魔してきました。後ほどね、こちらのルートベアの商品グッズの方の紹介の方もしていきたいなと思います。まずね、こちらね、沖縄県第1号店ということで、自分はね、沖縄に様々ね、A&W さんあるんですが、自分はこちらのお店が一番好きですね。なぜかというと、最もね、古いような感じの、昔のね、古き良きアメリカの時代のような映画に出てくるような店舗になっています。このガソリンスタンドのような感じで、車を駐車しますと、こういった注文スペースがあって、注文をすると出来上がったものを車の方に届けてもらって、車内でね、飲食できるといったスタイルの食べ方もあります。この日ちょっと天気が悪かったんですが、天気が良ければこんな感じのね、沖縄の青い空とこのオレンジ色が生えてますよね。それではね、店内の方を見ていきましょう。店内の方はね、個人的にね、どこかね、懐かしいアメリカのね、ファーストフード店といったような雰囲気を感じました。で、メニューはこんな感じで、様々なメニューが用意されています。あとこちらね、ルートベアの関連商品の方もたくさん売っていますね。だんだん来るたびにね、品揃えが増えているといったような印象を受けました。で、セットの方をね、注文して待っていたんですけれども、ルートベア君もね、こう首を長くして待っているといったような感じで、店内にね、ちゃくんと座っていました。で、A&W バーガーとカーリーフライポテトとコーラの方を注文したんですけれども、こちらのね、ジョッキの方がね、キンキンに冷えているんですよね。ちょっと時間が経ってしまったので、ちょっとね、水滴の方がついているんですけれども、持ってきてくれた当初はね、ジョッキの方がね、真っ白になるぐらいね、ジョッキクーラーの方で冷やされたジョッキの方にコーラの方が入っていて、コーラの方も中で若干ね、シャリシャリとしてね、凍ってくるんですよね。この辺がね、非常にね、暑い沖縄のね、こだわりなんじゃないかなと思います。で、沖縄猫も大はしゃぎといった感じで、さっそうと走っていましたね。で、アメリカ生まれのファーストフード店なんですけれども、沖縄の方にはね、かなりの店舗数があるので、沖縄にね、観光や旅行で来られた際にはね、立ち寄ってみるのもいいんじゃないかなと思います。それではね、ちょっとね、ルートベアグッズの方、レビューしていきましょう。はい、こちらがね、A&W のルートベアグッズになります。自分はこちらの4点しか持ってないんですけれども、鉢の方から紹介していきたいと思います。まずはこちらのね、ソフビ関係の貯金箱になります。これは貯金箱になっているんですけれども、結構ね、こう厚手のね、貯金箱といいますか、ごっつくて硬いんですね、こちらのソフビの方が。そういったところもね、なんかね、アメリカンな感じをするんですが、自分はね、こちらね、子グマっぽいようなルートベアと、大きいね、もう少しお兄さんっぽいルートベア、この2つの方を所有しているんですが、あちこちで探したりするんですけれども、自分はね、こちらのね、2タイプしかね、ちょっと見かけたことがないんですが、ただね、こう現行品とかね、結構このようなサイズ感でも若干のね、年式によって違いがあるかと思うんですが、自分はたまたまこちらの方をね、昔マンダラケさんかなんかでね、買ってね、そんなには高くなかったような記憶があります。こちら貯金箱としてね、使うこともできます。で、次に紹介するのはこちらですね。こちらの方はジョグボトルになるんですけれども、2013年のものになります。これで2013年にね、自分はちょっと沖縄の方に2ヶ月間ほどね、行っていた時があって、その時にね、A&W さんもかなりお世話になりましたし、沖縄にね、かなりの店舗あるんですが、結構ね、あちこちの A&W さんの方を回りました。その時にね、見かけて購入したんですけれども、何がこの A&W にハマったきっかけになったかというと、こちらのジョグボトルになります。こちらね、2013年にしてはかなりね、非効率的な作りになってるんですよ。まずね、瓶ですよね。やはりこうやってノベルティグッズとか、販促品用のね、商品であれば、まずね、プラスチックとかポリとかを使って、壊れにくくね、かつね、コストダウンにね、つながるかと思うんですけれども、こちら瓶ですよね。重いね、無骨な瓶で、なおかつね、口の方もこんな細口で何かね、使い勝手が悪いですよね。入れるものもね、入れにくいですし、なおかつね、洗うのも大変といった感じのジョグボトルになっていて、かなりね、非効率的なんですけれども、そこがね、やはりね、昔懐かしい感じをね、こうするジョグボトル、なかなかこんな今売ってないですよね、逆にね、新しいもので。で、あとこのプリントですよね。こちらのルートベアのプリントなんかも、昔からのね、瓶ジュースに用いられているような、結構厚手のプリントでプリントされているのも、非常にね、こう今っぽくない感じが、非常に自分のね、こう個人的なこう物欲をね、かき立てられて、こちらの方購入しました。こちらどうやらね、2016年の方にも出ています。2013年と16年度ね、2年間ね、発売されていて、こちらね、なかなかね、いつ発売されるかも不定期で、こう本当にね、ゲリラ的に発売されるということで、ね、いつね、どんなタイプが出るかわかんないんで、まあ自分も沖縄に行った際にね、まずね、A&W さんの方に行って、ジョグボトルが出ていないかというのは、一応ね、チェックはしています。なのでね、こちらのジョグボトル、かなり非効率的なんですけれども、自分は今こういった感じでね、雑貨の方を入れているんですけれども、かなりね、こう見応えあるんじゃないかなと。入れた時にね、可愛らしいですし、こういったやはりね、ルートベアのね、このね、顔もね、非常に可愛らしくて、プリントもね、また2016年ものは若干違うんですけれども、やはりね、気に入ってこちら購入して、沖縄から帰った思い出があります。で、次に最後に紹介するのは、こちらルートベアのぬいぐるみになりますね。
こちら80年代ぐらいのデッドストック品になるんですが、こちらはね、新潟の雑貨屋さんの方で購入しました。こちらもね、かなりね、こう、武骨と言いますか、ぬいぐるみにしてもやっぱ80年代らしくて、こちらの目の方がね、一つのプラスチックでね、こう、二つの目を表現しているのも非常に可愛らしいですし、あと着ているこのニットのようなね、この素材なんですけれども、通常ぬいぐるみになるとね、結構薄手なものになるんですが、こちらね、当時物ということもあって、なんかね、普通に服に用いられると同じ厚みがあって結構ね、こうごっつい感じがして、自分はね、この服の感じのもね、結構好きです。あとね、このね、毛並みなんかもふわふわしてて、で、今回 A&W さんの方には、やはりルートベアのぬいぐるみの方売っていました。大きさもこんな感じだったんですけれども、ちょっと個人的にはね、今っぽいかなという感じで、毛並みもね、結構短めで、結構、まあ可愛らしいんですけれども、こういうね、なんかこうアナログ感というかね、昔懐かしい感じがしなかったので、自分は購入しませんでした。なのでね、こちらの A&W 80年代のものということなんですけれども、非常にね、これ古いものが好きな方からするとね、この表情といいますかね、この可愛らしさがね、こう理解してもらえる方には理解してもらえるんじゃないかなと思います。で、こんな感じでね、今回ね、A&W のルートベアのグッズの方を紹介してみました。この他にもね、様々ね、現在もね、A&W さんの方に行くと、グッズの方売っているので、ぜひね、沖縄に行って A&W に行った際にはね、沖縄のお土産として持ち帰ってね、お友達やね、家族にプレゼントするのもね、喜ばれるんじゃないかなと思います。おまけ動画はキングタコスになります。こちらの方もね、地元の方に愛されているタコライスショップといった感じで、かなりね、リーズナブルな価格で食べることができます。今回食べてきたのがこちらのチーズタコライスで、なんと600円で食べることができました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。